10店舗見つけるまで終われません。カレー一度は考えるけどな。チェイスマーサ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 ーあの皆さん、あ第2回10店舗見つけるまで終われません。カレー、前回ハンバーグ10店舗見つけるまで終われませんっつって11店舗回って見つけたわけなんですけど、その時に俺言ったんすよ、カレーだと難易度高えなっつって、じゃあ今月やろうよ。なので今回はシンプルです。これから思い当たるお店をとりあえず回って、はい、カレーを食べます。ただカレーがない場合があるんで、カレーがない場合は、まあ、500円以上食べてもらうっていうルールでやっていきたいと思います。はい、目星つけてありますか。いきなり言うのはあれなんですけど、まあ、僕らが普段使うすき家とか吉野家はあるんですよ。そういうカレー屋じゃなくてもあるから、まあ、そこつけば案外入ってもあるんじゃないかな。じゃあね、そこら辺から狙っていきましょう。はい、それではいきます。はい、すき家の牛丼、すき家の牛丼来た人ー。まあもちろん牛合掛けカレーを食べてもらいます。あ、いや、いいじゃん。とりあえず縛りプレイなんだ。牛丼屋だから。あ、とりあえずじゃあジャンケンしてこ。最初はグー、ジャンケン、ほい。じゃあエビ君、行ってらっしゃい。はい、ということで牛合掛けカレーに温玉かけていただきます。好きやのカレーだろうって思って侮っちゃいけないけど、一度は食った方がいいって思って、じゃあ温玉も混ぜて相性抜群。ごちそうさまでした。おかえりなさい。何食べたんですか。牛合掛けカレーの。ああ。牛もんの専門店なのに、あのうまさは、すごい。バイビクが絶唱だったな。絶唱。絶唱。じゃあ続いて。いつも行ってるところで行ってもって感じだね。知らない店行ってこそ。旅ですよ、旅。じゃあ、とりあえず、ココス行きましょう。結局、流れ山本に。はい、ココスに着きました。はい。それと行く行こうかな。あーっとー、あれ食べてもいいの。よくない、カレー食え。よっしゃ、グッチグッチ、よっしゃ、はい、じゃあハイテク行ってきてください。参ります。ということで、スパイシーカレーです。わかりなさい、辛い。めっちゃ辛い。うわー一人でやんなよ。え、ちょっとカメラこうやってセットしてた。そしたら、この紐のこいつがこうやって前にこれこうやってやってたから、こう乗ってで、もうくっついてた。その状態こう戻ったら、こう次これが戻るじゃん。何回こぼす。こぼしてないもん、これに関しては。いる？いるかもしれない。はい、というわけで、ガストに着きました。はい。まあ、食べたいよね。3店舗も待てね。最初はグッチョキッポイ、じゃあ行ってきます。はい、それでは来ました。バターチキンカレーですね。ナンはね、大事にしました。バター風味が変わって超うまい。チキンの方がいいから、柔らかいバター風味のチキンでも最初に帰りなさい。バターチキンカレーを食べてました、ね。ちなみにこれってカレーライスじゃなくて何でも大丈夫でした。あ、じゃあ続いてはもう4店舗目ですか。で、1つもうこの奥にあるんですよ。多分あれはインド料理屋さん。多分、うん、インド料理かインド居酒屋か。行きましょう。はい、というわけで、どうなってんだおめえ。さっきのところはトルコ料理屋さんでした。僕の記憶でちょっと来たらまだやってたんで、ディープキッチンっていうインド料理屋さんがあって、美味しい。高校の時友達来てナンを30何枚食ったっていう場所なんで、例のあそこ行っていきたいと思います。チキンカレーです。高校生の時に来た時もこれぐらいの大きさで、これを10枚ぐらい食べました。中華がないんですけど、どこにおいうまっ、最高。ごちそうでした。どうでした。めっちゃ美味しかった。ちょっと一回聞くよ、あれおかわりしてないの。してない。よかった。できない、お腹いっぱいすぎて。そんな多いの。見る。うわ、うまそう。でかっ。次、5店舗目ですね。さっきその翔ちゃんがやった時話したんですけど、トムだっけ。オムライス屋さんじゃないですか、あそこ。あそこ行ったら大変よ。あそこ行ったら L 頼まないといけないみたいな。しきたりが。いや、お前ら。L L か。え、こんなのが。カレーがあってもビーフシチューかもしれない。なくはないと思う。じゃあ行きましょう。行きましょう。すっきりです。というわけで、トムの木です。はい。店舗の中にね、そう、トムの木入ってるんですよね。じゃあ行きたい人。なんか行きたいって言ってない。行きたいとは言ってない。いや、トムの木は結構、最初はグー、じゃんけん、ぽい。最初はグー、チョキ、ファイ。うわー、この流れ俺だー。この流れ俺だよ。え、最初はグー、チョキ、ファイ。よっしゃー。入れるでも大丈夫。入れるでも、自分の好きなサイズ。あ、じゃあ、軽やかになっていきます。メニュー見ていきましょう。
ありました。本当だ、小通りカレーソースオムライス。今はちなみにその図は S です。いただきます。これはオムライス最強すぎる。お疲れ様でした。お疲れ様です。あったよカレー。サイズ S。ルは S でもしんどかったね。いや、これがオムライスかっていうぐらいオムライスうまかった、ね。僕ちょっと店を見つけてきました。うどんのうってお店があって、うどんのう、うどんのうってとこにカレーうどんがあったんで、3人なのか誰か行ってください。行きたい人、じゃあ行ってきます。うどんのう参りました。どうやってこんなに見えるのに味を染み込ませてるのか知る。マジでうってなりますか。いろんな意外と感謝。はい、野菜ただいま。うまかった。超うまかった。今まで一番もこっからね、もう探していかないと。高校の母校の近くに陸上部の時にね、みんなで行ってたね、そのカレー屋さんがあるんですよ。そこ行きましょう。そうです。来ました。はい、ターバン。ターバン、ターバンですよ。ターバン、ターバン、ターバン。シーン行っていいっすか。めちゃめちゃ気になるな。絶対うまいから。本番なん行ったことないの。全然ない。あ、じゃあ行ったほうがいい。こうやってやってるから。あ、そう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 、ちゃんとこうやってできる。いい、来てみます。どうでしたですか。あー、ターバンねー、美味しかった。美味しかった。美味しかったけど、自分で入ってきた。お店の人も前に立ってて、今空いてますかって言った。あー、ちょんくん、ちょんくん、何時ですかって。今4時半なんだけど、5時に開くって言われたんで、もうちょいしたらこれ違う店舗来ました。いや、俺ってチェーン店。今までは言葉チェーン店だった。ここは行く行く。行ってらっしゃる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 。カニ麺がこびりついて絡んでるからってこびりついて面白かったでしょ。薄暗くなってきました。何食べたんですか。そこでさ、天ぷらそばです。うどんうまいよね、普通に。辛いんだ。たくさん食ってたら辛そう。今度こそ行く。じゃあもう次前振りなしで早田君に行ってもらうんで。はい、いただきます。いただきます。おかえりなさい。これと同じタイプ。それで済まない。行こう。こんな超うまいの。うまいっしょ。俺の20年が全部一口ぐらい。スーパーのナンパ話だ。あんなんもう気になる。もう一口目でおっってなって、何でも行くよ。それでお値段1,010円。おー、安い。9店舗目。地元のイオン。地元のイオン。地元のイオン。I love イオン。I love イオン。イオンのフードコート。フードコート。フードコート。フードコートね。いっぱい食べ物あるんですよね。来たい人。No。じゃあ行きます僕が。あ、本当？俺も普通に腹減ってるから。Yo crazy。イエーイ。どういうの？はい、というわけで僕はカレーライスです。すごい具だくさんで美味しそうです。いただきます。なんか優しい味。うま。素材が柔らかくて、おばあちゃんがやってるんですけど、もう優しさがもういじめてます。ごちそうさまでした。ただいま。おかえり。たい焼き屋さんのとこだったんですけど、すごいあの優しい味でした。おばあちゃんやってんだよね。そう、ずっとあのメガネのおばあちゃん。そうするともういいでしょ、あそこで。だって専門店行ってないからね。専門店というか、チェーン店のガチの専門行ってないから。あー、ココイチです。そう、ココイチね。まあ、かかったな。一応以上ですよ。とりあえず一応聞いてみよう。やっぱり締めってことは花ですよ、動画の。動画の花を飾りたい男はこの中にいるのか。来たい人。遠慮すんな。すんな、俺食べたしね。じゃあじゃんけんする。一応買った人行こう。買った人。そうだ、あれ俺ももちろん花を貸しとるって。確かに花は大事。最初グッチョグッポイ。あ、行こうしょ。おっしょね。まあ花ですから。最初グッチョグッポイ。まあ、飾れるか。飾れるから。すごい、台本書いたよ、これ。台本書いたより進むね。すごいね。2店舗、2店舗、2店舗、4店舗。重み違うからね。じゃあ、やっていきます。はい、というわけで、僕が頼んだのは、ポークカレーのパン山。最後、2店舗も行ったんで、ちょっと許してください。コーンサラダ、ありました。美味しい。
定ですね。おかえりなさい。おはようございます。何から来た？アーマです。アーマ？これはアーマちゃんで。じゃあノーマルポークカレー。ノーマルポークカレーにちょっとコーンサラダ買いました。まだだよ。いや無理でしょ。風を切って走ってゆく。ありがとうございました。どうでしたか？前回より時間かかったけど気持ち的には早かった。スムーズな気がした、ね。ちょっと次回作俺やりたい項目が決まりまして、はい、ちょっと好評なら次回もう言っちゃいます、はい、パスタやろうかなと。あ、もう行ってくる宣言ね。これもうむずいよ。むずそうだね。麺ね。お楽しみってことで、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイカレーインド。さよなら。バイバイインド。